です今回はですね、ナスダックやアマゾンなどの GAFA の銘柄について、今後ですね、どのような値動き、えー、コロナバブルと言われていて、アマゾンとかね、あとテスラとか、えー、そういったようなテック系の株価っていうものは、まあ、日本だとね、えー、特に、まあえー、コロナで悪影響を受けている、えー、例えば飲食店だと、本当にね、潰れて大変な方もいると思うんですけども、世界全体で見るとね、こういったテック系の企業に、もうめちゃくちゃお金が流れていて、 えもう過去最高値を更新して、今、一旦落ちている状況なんですけどで、ここでまあ買うべきなのか、そしてまださらに上がっていくのか、僕的にはまあ結論から先に言うと、結構厳しいと思っていて、この後下落が待っているんじゃないかなというふうに思ってますま。その理由とか、可能性というものをえこ今からですね話していきたいなと思います。 でまず、えー、全体感として見てほしいんですけども、あの今、その市場を引っ張っている、全世界の市場の値動きの鍵を握っているのは、えー、間違いなく、ナスダックなどの,そのテック系の株価になってきます。なので、えー、今回はですね、ナスダックや、えー、そして、ダ、え、ウ、ー、そして、S、S&P500 といった、えー、株価指数ですね、っていうのと、えー、個別銘柄で、アマゾン、アップル、フェイスブック、グ、えーグル、Google アルファベットですね、ととテスラ、あこの辺ですね。まあ、この辺見ておけばもう間違いないです。で、この辺が、えー、上がるか下がるかで、もう世界経済というかですね、世界全体のもう景気とかが変わってくるので、現状として世界全体の景気は良くはないんですけども、こういった会社だけにもう圧倒的に、えー、もうお金が流れているといった現状です。だからここにもうお金が流れなくなった時点、もうみんな資金を一旦、えー 自分の現金とか、現金化したりとか、株から資金を引き上げた段階でもう下落がもう始まります。現状、上がっていくためにはですね、僕は一旦もう、この急落で、このナスダックのですね、えっと、9月、何日かな、3日あたりですね、まあ、これ見てたんですけども、もう大暴落,落して、でもここら辺からもう僕はもう、 ずっと下落するんじゃないかっていう風に思ってました。もうちょうどですね、その前あたりから、えー、僕のトレードのスクールとかでもあの暴落始まるよってことやって、ちょっと一日ずれちゃったんですけど、もう翌日、えー、もうこ,これが始まったんで、ずっと見てたんですよ。狙ったんですよ、これを。で、あのここからなんですけど、まだ現状、ここから、ちょっとペンで書くと、あっ、受け直しちゃったね。ナンバーズはいらないんですよ。はい。 え現状はですね、こういった感じでえ上がっていく、最高値を更新していく可能性はなくはないと思っています。ただし、そのためにはですね、で、仮にそれを想定するんであれば、のこのナスダックのここの高値を超えていくっていうことを想定すると、もうこれがですね、とんでもないことになるですね。おそらく1万4000とかですね、1万5000ぐらいまでぶっ飛ぶっていうのは、 えあると思いますただ、そんなに資金集まるのっていうのは疑問なんですよね。こうやって上がっていって、ダブルトップでこういう風な感じで落ちていくっていうのも想定できるんですけど、今までは値動き見てて、ナスダックとかはあんまりそういった動きしてないんですよね。で、こういったバブルチャートになった後っていうのは、必ず、あの、ほぼ間違いないですね。あのビットコインとかもそうですし、あのゴールドとかもね、昔、もう何十年も前ですけど、ゴールドが、えー、今のバブルじゃないですよ。 えっと、今が現状上がってきてますけど、こういったね、2080とか来ましたけど、この時のバブルじゃなくて、この時ですね、突き足見ないといけないか、これ、こういった時、こういった時の,そのバブルチャートの後っていうのは、もう必ずダブルトップとかじゃなくて、ちょっと上がってますけど、こういう風にちょっと持ち直したとしても、その後さらに落ちるっていうのが、もうこれ定石なんですね。なので、それを考えると、ここをぶっ飛んで超えていくってことは、 ただね、こういうような、今、今が、こういう風な急落があって、ここだとすれば、上がるとしたら、かなりぶっ飛んでいくっていうことなんですよ。今が現状ね、押し目で、こういったようなし目で、こっからさらに超えていくっていう風なね、チャートになるとしたらですよ。だから僕はそれはないんじゃないかっていう風に思ってるのは、ここぶっ飛んでいくんだったら、相当上がるよねっていうことです。こういう風な感じで。で、そこでバブル崩壊だとしたら、そこからじゃあじゃあ下がっていくっていうね、動きになるんじゃないかなという風に思ってます。 上がるとしたらねらこの可能性はなくはないと思ってるんですけど、僕はかなり懐疑的です。もうきついんじゃないのっていう。強いて言うなら、やっぱりここの、えー、12,500あたりですね、まだ上がったとすれば、僕はもう強烈にショートしていきたいかなと。あともう放置、もう1年ぐらい放置で、1年2年ぐらい放置で、えー、9000とか、えー、もうそれ以下とかまで落ちるのに待ってるっていう感じです。あのバブルっていうのは、とかですね、あとコロナ、 が今現状ですね、実体経済に対するその悪影響って、えー、実際、例えば飲食店とかね、が潰れたりとか出してるんですけど、あと、航空産業においてもね、ね、えー、みんな旅行とか、あと海外に行くことはできない、いう風になってますから、基本的にはね、一部のそのね、ねビザ持ってる人とかだったり移動できますけど、基本的にはまあね、えー、みんなも移動したくないっていう人もそうだし、あまりその出かけるっていうのに、 ね、あまり前向きじゃない人が多い人多わけですから航空産業とか、あとは、ね、旅館とかホテルとか、あとはそれに付随する交通手段とかですね、まあ、電車とかもそうだし、新幹線とか、あとバスとかも、軒並み厳しいと思うんですけど、そういったのが、まだ今現状倒産はしてないけども、ね、頑張って耐えてるけども、これは、ね、コロナが1年とか2年とか続くっていううになったら、もうどんどんね、 内部留保金っていうか今貯めていた貯金とかなくなって破産とかもう廃業していくしかないわけじゃないですかそうなった時に今以上に実体経済に与える影響っていうのはオフラインの産業ですねオンラインのこういったアマゾンとかは別に来年とかも別に普通にか 変わりないと思うんですけどただ、でもね、結局、その、オフラインとか、例えば、飲食店が潰れるっていうと、飲食店の,その従業員とか、まあ、社長もそうだし、みんなお金なくなるんで、じゃあ、アマゾンでバンバン今まで通りお金使えるのかっていうと、結局使えなくなるんで、これから厳しくなってくるわけですね。それは、アマゾンじゃなくて、もアップルのね、例えば、えー、今までパソコン毎年買ってた人とか、スマホ、iPhone 毎年買った人が、飲食店で働いてた人がいたけども、飲食店潰れちゃって、 お金なくななななくくくっっっっっちちゃゃててて買えなくなっちゃったっていう人も出てくるわけなんでだからやっぱり1年2年ぐらいかかるんですよ。今現状、なんでこんなバブルになっちゃったのっていう理由を話すと、アメリカとかもそうだし、日本とかもそうだし、給付金とかあるわけじゃないですか。そういったのが全世界の政府的にも、多くの政府があの国民にばらまいて、それで一時的にその国民の中でも、投資始める人たちがこういったような会社に投資をしたりとか、 あとは、例えば、まあ、有名ですけど、ソフトバンクがこういったテック系に投資をしたりとか、まあ、特にアメリカはそうですね。アメリカの国民がこういったようなテック系に、初心者が一番始めやすいっていうのは、こういったような初心者銘柄って言ったらあれですけど、一番まあ、有名なね、銘柄に手を出すと。あの、本当は初心者こそねまあ、僕やってるみたいな感じで、日本の個別銘柄とか、まあ、日本じゃなくてアメリカの個別銘柄で、小さい銘柄ね、中小銘柄とかで、これから上がっていくとか、成長しやすいとか、 もう上がるのも限度ある。上がるのはかなり上がるけども、下がるのは限度あるよねっていうような銘柄で買ってた方がいいわけですけど、こういったようなね、やつっていうのは、こう、知名度がすごいわけじゃないですか。ね、Facebook とか Tesla とか、Google とかね、Amazon とかっていうのは、半端じゃない、あの、知名度なわけなんで、だからみんな買うわけですよね。で、だから今そういった、その、有名な人たちとかね、あの、まあもちろんソフトバンクとか調べてね、いろいろ戦略を持ってやってると思うんですけど、そういったところもそうだし、えー あとはまあ、そういった中小の,その個別銘柄買えないようなヘッジファンドとかがこういったるのとりあえずバブルチャート作ってるようなバンバン買ってると。だそれもいよいよ終焉を迎えるんじゃないかなと。で、みんなが手締め始めると、やっぱりその連鎖って続くので、それが一旦は、えー、止まって、今日あたりからまた上がってきてると。だから今後ですね、えー、ちょっとこれうざいんですよね、ちょっとこれ。だからね、こんなん上がるのかってことですよ。上がる可能性はあるんですけど、 厳しいっていうことですね。現実的に今上がってますけど、ちょっと先の未来ね。まあ、少し上がって、おそらくこの11,600、一旦上がったところ。で、今度ここの上昇トレンドラインを、ここですね。このライン。を割るのか、それとも耐えてもう一回上がっていくのか。これがキーなんじゃないかなと。で、その時間軸で見ると、大体それが、 えっと、10月10日とか、えー、10月頭ですね。それぐらいに結果出るんじゃないかなと。早いともう、ここら辺、もう、9月末ぐらいにもう上昇トレンドレバーあって、えー、1万400とか。ここは止まりやすいですね、結構。このゾーンは止まりやすいと思うんで、ここ。結構揉んでるところの押し目で、過去止まってますので、ここは結構止まりやすいサポレージになってきますので、1万400前後は止まりやすい。ないしはまあ、そこから押しても、 9,700とか、もうそもそもここのゾーン全体がですね、厚いので、抵抗がね。で、ここ無事に出たらもう結構もう6,000とか7,000ぐらいまで、は7 0で落ちていくんじゃないかなというふうに思ってます。まあそれはだから今年の年末ぐらいの展開になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。あり得るとすればね。まあかなり現実的なラインだと思うんですけど、ここまでも持って、とりあえずこれが、あの、普通のある程度トレードやってる僕とか、 何年か取ードやってて、ある程度こういった値、ね、動きとか見れてる人の見解だと思います。ね、だこれが起こる通りになると思あの限りませんけども、まずこれがベースとなる思考だと思ってください。でこれをもとにで、今やっぱりバブルなんで、あり得ない展開として上にぶっ飛ぶ可能性もあると。僕的にはやっぱり一旦落ちるんじゃないかなと。えー、とりあえず見えてるのはこの大暴落が起こるとかね、6000、7000まで落ちるかっていうのはまあ今断定はできないんですけども、断定はできないですし、そもそもそれ咲きすぎる話なんで、それを皆さん言ってもね、 この動画で言っても、そんな数ヶ月先のこと言ってね、なんか数ヶ月後に当たったよとか言われても、ちょっと忘れてる人多いと思うし、参考にならなすぎると思うんで、現状は、戦いとしては今、上がってきてるんで、この11,500、5五六600ぐらいで、まだ上がるんであれば、一旦ここでショートしたいかなっていう感じですね。ちょっともう少しこう書くと、ここですね。このオレンジのボックスの、ゾーンあたり。要はここが、ちょっと4時間ぐらいすると、 ここですね。こうトリプルトップと言わないですね。こう下落してきて、ここは僕トリプルボトムになると思って、これで僕ロングしてたんですよで。それが一旦ここで急落したんで、僕はあのやばいなと思って、この強いやつで、銅音ぐらいで、まあビーゾンかなビーゾンで撤退したんですけど、先週ぐらいかな、それが。21なんで、あ18なんで、先週ぐらいの展開ですね。 ここを狙ったんですよ。こう上に行くんじゃないかってね。ダブルボトムも狙ってたんですけど、ダブルボトムは益でやめたんかな、確か。で、結局ここが、えー、頭が抑えられて、で、ここレンジ見たくなって、今下に落ちて、だけでもまた戻してきてると、いった感じになってます。で、展開として、まあ、ここ11,500、500、600ぐらいまで上がるのか、それともま、あ上がらずに、ただ今ぐらいから押していって、この上昇トレンドライン、下から引いてね。だここの、このラインを割るっていうことは、もしくはここのヒゲですね。 一万七百から一万六百ぐらい、ここの、え、あたりを割っていくっていうふうになってしまうと、もう相当厳しいかなっていうのうに思います。もう二度と、例えばこの一万二千五百とか、あとは日本で、その、え、何か株とかね、個別銘柄とか、まあ、あの、それは大中小企業限らずね、ね、あの、小さい企業とか、時価総額低い高い限らず、もう無理だと思います。結構ね。よほどその、 オンライン特化して業績良くて、さらにそれで話題呼び込んで、みんながこれ、えー、買っていくっていうような展開になるようなメーカーじゃないと厳しいですね。まあ、だからそういうのはないと思うんで、あのかなり厳しいかなっていうふうに思った。だからここのラインですね、下から引いて、ここ。今まだ、えーたえー、耐えると思ってですね、この1週間、2週間ぐらいは、ここら辺で。ここの中の動きになってくると思うんですよ。 この上昇トレンドラインとオレンジのボックスとの中での動きになってくると思います。だから割ったらもうショートですね。間違いなく。相当落ちると思うんで。とりあえずまあ1300、400ぐらいは硬い。で、うまくいけば9700。でまあ、ここら辺まで落ちたらもうそのまま放置で。ただ一旦ね、ここら辺まで落ちるとまた11000ぐらいまでまあ戻しやすいかなと思います。で、その後再度また落ちていくんじゃないかなというふうに思いますね。展開として。 それを狙っていった方がいいんじゃないかなというふうに思います。まあそれが下落する理由と、プラスそれショートを狙っていくうまみ、メリットですね。えー、といった感じです。まあそれがまあナスダックで解説しています。えー、見ました。あと個別で言うと、その、うん、例えばまあアマゾンが上がった理由に関してはやっぱりオンラインでね、買い物する人が増えたとかね、もう国家としてね、新しい生活様式、日本で言うとね、新しい生活様式をしましょうみたいな感じで、 え食料とか物とかはネットで買いましょうみたいなことを政府が言ってたげれね。やっぱりまあそのお年寄りの方とか今までスーパーとかね、実際に車とか歩き、まあどっか出かけて、えー、実際にリアル店舗に行って買ってた人たちも、えー、オフラインで買い物するようにな,なるきっかけになったりとかしてね。なのでやっぱりアマゾンとかの e コマースとか強いですし、で、テスラはまあ単純にその金が余ってて、どっか投資するとかないのっていうところで、まあ、テスラ。 に金が集まったっ,て言ったてけでしょうねそんなにそのテスラがいいとかそういうところは、ただね、もともとそもそも過小評価されすぎてたのかなって思います。やっぱりそのロケットもやってて、電子、えー、電気自動車もやっ作って、えー、ソーラーパネルも作ってて、まあもちろんね、テスラなんで、テスラだけの話になっちゃうわけですけど、でもそのテスラを作ってる、その、 のがイーロンマスクですから、そのイーロンマスクの色多数の事業を手掛けているイーロンマスク自体に価値を感じてテスラに投資をしてるっていう人はめちゃくちゃ多いんじゃないかなと思います。なのでまあ上がったと。もともとだから、え200、あ、これちょっと株式分割して低くなっちゃったんですけど、もともと200いくらだったんですよね。今年の初めとかまでは。で今枚なんか400だから、200なんちゃらっていうとここら辺ですけど、本当はえっと2019年だから、 えっと、4月、今年の4月とかも200いくらだったんですよ。そこから一気にバーンって上がってたんで。何千点てね。そこからまあ株式分割して今400いくらになっちゃいましたけど。アップルもかな確か。はい。なんで、あのー、で、アップルに関しては、やっぱり今、まあ、そこまでって感じですけどだからここは、結局今上がりすぎてるんですよね。金が余って、その、アップルとかフェイスブックとかマイクロソフトね。まあもちろんマイクロソフトとかも安定的で、 いい企業だと思うんですけど、ただいかんせん、まあ単純に余りすぎて、それが流れてきて、バブルチャートを作ったと。なのでもう結構、その落ち方とかも、今上がってはいるんですけどもこ、のこの後相当厳しい展開になるんじゃないかなと思います。で、テスラとかも一旦こう、急騰して、急落して、一旦戻してきてて、今ここですけど、こっから上にね、こういう風に上がっていく可能性なくはないんですけど、結構無理なんじゃないっていう風に思ってます。だからナスダックと同じ理由。結局ナスダックを作ってるっていうのはこういうような 個別の、えー、大企業の株価がな、えー、と平均が結局ナスサックを作ってるわけなんで。で、ダウで言えば若干その工業株なんで、ちょっと古いね、産業系の株価。なのであまり上がってないと。えー、過去の最高値を超えてないというところです。なので落ちてきて、今ちょっと上がってきてると。で、S&P は500社もあるんで、えっ、ー、と、ダウとナスサックの平均的な位置になってます。ただからその、えー、ちょっと進行的なね。 あのー、新しいテック系の企業があれば、古い企業もあるっていう感じです。しかも 500, 500,、えー、500社もあるんで、かなり平均的な、ね、どっちの2つの間みたいな動きしてるんですよ。で、もナスダックは上がりすぎって感じですね。もう完全バブルチャート。過去もやっぱりこういう風な感じで上がった後垂直落下。で、さらに垂直落下って感じですよね。で、これが、えー、っと、あ、これがコロナの時か。で、リーマンの時とかは あ出てこないかもね。て <laughs> かこれやばくないですか単純に見て、突き足なんですけど、これがリーマンショックの時です。2007年から8年。で、えー、8年の終わりですね。2006年ぐらいまでこう、ここまでバブルチャートで一旦落ちて、で今ここみたいな感じですよ。よ僕の言ってることで言うと、あの、ちょっとこれ、かなりね、 長いんですけど、要はコロナも、例えば今ちょっとこうなってますけど、ここら辺までね、もっと1万ぐらいまで、例えば1年後まで1年ぐらい、えー、1万ドルとかまでキープしておいて、そこからもうちょい上がるかもしれないけども、2022までね。で、そこからもう結局落ちていくみたいな感じになり得る可能性あるんじゃないかなと思ってます。ただもちろんですね、株価に関しては、あのー、基本的にはね、あのー、 株価っていうのは基本的にはずっと上がり続けるっていうふうに言われてるわけですよ。なんでかっていうとそう、人間の技術っていうのは常に進歩してるわけじゃないですか。例えば昔、ね、パソコンなんてなかった時代に関して言えば、パソコンもある、ネット回線もある、オンラインで YouTube に自分が投稿することもできれば、自分が YouTube とか Netflix とかのオンライン配信とか見ることもできるっていう時代なわけですから、明らかにで、ねあのー、オンラインでビデオ通話で、えー 全世界どこにいても誰とでもね、ズームとか、まあ LINE とかでもね、ビデオ通話で話せるっていうような時代になってるわけですから、どう考えても時代は進歩してるわけですよ。だから、あの、こういった企業の価値とか、えー、株価っても上がってるわけですね。なので、あの、基本的に上がっていくっていうふうに言われてるわけですけど、にしても上がりすぎなんで、一旦やっぱり落ちるんじゃないかなっていうふうに思ってるわけです。ね、やっぱりこんだけコロナで、そのね、全世界的に不景気になってるわけですけど、 このチャートだけ見ると、めちゃくちゃ好景気ですごい上がってるように見えるわけですよ。だそれはやっぱり、あのー、なんていうのかな。今上がってるから好景気っていうわけじゃないわけですよね。好景気だから上がるってわけじゃないし、不景気だから下がるってわけでもないわけですよ。ただからやっぱりそれをかんあのコロナの現状の実体経済を見るとやっぱり不景気になっていくはずなので、それが遅れてくるってことですね。それを考えたときにやっぱりもうそろそろ限界なんじゃないかなってことを考えたときに、過去の歴史からすると、 リーマンマショックもやっぱり遅れて1年後とかに来てるわけなんで。で、それが今1年後に来るのか、それとも今すぐに来るのかってとこ、ちょっとそこだけはちょっとまだ不明なところなんですけど、大まかな流れとして、そろそろ限界が近いんじゃないのかっていう風に思ってます。で、それに関しては間違いないと思うんですよ。なので下落のターンが来るっていう風うに考えてます。基本的にはね。なのでそれを狙っていった方がいいんじゃないのということで、だから僕も今、そのコロナでこんだけ僕は一瞬で回復していくと思わなかったんで、どっちかっていうと、 これリーマンみたいな感じで、ずっと落ちてから、もっと落ちてから、1年2年ぐらいね、もう景気悪くなっていくと株価下がり続けると思ったんで、それを狙って、米国株とか、日本株は買えたんですけど、買ったんですけどね、米国株はちょっと待ってみようということで、待ったんですけど、あまり詳しくないしね。そうしたらもう上がっちゃったってことで、買うチャンス逃したって感じなんですけど。皆さんに言いたいのは、このチャンスっていうかね、今上がってるけども、 この初心者が多いんですけど、やっぱり上がってるからこそ買いたいとかね、買ってみようみたいな感じで、あと有名だからとかね、今バブルって言われてるからとか、みたいな理由で買うっていうのはもう絶対にやめてほしいなと思います。やっぱりチャンスを見極めて、ここぞというところでね入っていくっていうのと、で、今だったらどちらかというとショート目線でえ入っていった方がいいんじゃないかなと。いわゆるですね、下落してきていて少し上がって、で、もうちょい上がったところから戻り売りですね。 一旦下がって少し上がったところで打っていくっていうことを戻り売りって言うんですけどまあもちろんね今じゃなくてももう一段下がったところは戻り売りしてって下落トレンドになってからっていうところもいいんですけどやっぱり一番うまみがあるのは下落トレンドになるんじゃないかというところでショートしていくとやっぱり値幅的にもあと時間的にですねあの早い展開でえ早い時間軸数日とかでえ大きな値幅っていうのを取っていけるのでそれを狙っていくのはいいんじゃないかなと思います えー、ということでですね、結構長く話してしまいましたけども、最近ね、ちょっと動画、えー、あまり撮ってなかったので、一応ね、この動画に、えー、僕が思ってる、今後の世界経済の流れ、株価とか、えー、個別銘柄ですね、こういった、GAFA とかの銘柄について、まあ、現状どういうような、えー、チャートを作ってきたのか、そして今、えー、から今後ですね、どうなっていくのかっていうことを話してみました、えー。ぜひですね、皆さんの投資、トレードの参考にしてみてください。 えー、ということで、今回の動画は以上になります、えー。ぜひですね、皆さんが、あのー、他にも気になっていることとか、聞きたいこととかあれば、えー、ぜひコメント欄などに書き込みとかしていただければ、えー、参考にして僕も動画を撮っていきたいと思いますので、コメントをしていただけると嬉しいなと思います。あと、ぜひね、今回の動画が良かったなと思う方は、グッドボタンや、えー、チャンネル登録お願いします。えー、それでは今回の動画は以上になります。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。